ではですね、今回は、この、まあ、今ここでは、このスツール正方形の椅子ですね、これを使った、エクササイズをやっていきます。まあいろんな椅子だったりとか、まあ、机だとちょっと、まあ、いろいろ、ね、問題があるかもしれないですけど、はい、まあ、ちょっとここを踏んだりとか、するような動きが入ってきますので、まあ、そんな形で、ちょっと真似してやってみていただけるといいかなと思います。はい、では今からスタートです。まずはニップチェスト30秒間です。しっかりと背中を丸めたまま動作を行ってください。基本的にどの種目に関してもそうですけど、ペースをあんまりこう速くしようとかは考えなくていいので、まあ、最後のボックス2タッチだけはペース考えてやってほしいですけども、基本的には自分のペースでどの種目も行ってください。怪我のないようにしましょう。はい、 OK で、これで40秒が経ちました。で、少し休みます。はい、で、次の種目は、ボックスステップになります。イメージですね。はい、ではあと5、4、3、2、1、はい、スタートです。で、今は僕みたいに腰に手を当ててやってもらっても OK ですし、手を振りながら上半身を使ってバランスを取りながらやってもらっても OK です。で、あんまり体前に突っ込んじゃうとバランスが悪くなるので、姿勢は自然にまっすぐ構えてお願いしましょう。3、2、1、はい、 OK。 はい、少し休みます。はい、で、次はバースプッシュになります。はい、腕のトレーニングですね。はい、では構えます。
力を入れていただいて高さをキープします。で支えている腕回りとか肩回りもかなり必須になります。肩回り、お腹、お尻ですね。はい、OK。 はい、次は反対側いきます。ちょっと向きを返させてもらって、はい、今度は腹側5秒でいきますよ。はい、スタートです。さあ、このまましっかりで、バランスが取れない人は手をついちゃっていいです。上にある手、バランスがキープできる人はしっかりとそのままでいきましょう。で、まあ、どうしても、まあ、この状態がきつかったりとかバランスが取れない人は、まあ、そもそもボックスなしで普通に床でやってもらって構いませんので、まあ、自分ができる範囲で40秒できる状態でやってもらえれば OK です。はい、休憩です。はい、それじゃあ次がラストですね。何個目の右になります。ボックスツータッチ、つま先を乗せる乗せる、はい、乗せも OK。 はい、スタートです。これはもうそんなに言うこともないんですけど、ね、しっかりと足や台の上に伸びるように上げてもらえれば OK です。はい、10秒、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、OK です。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、今回のヒートのプログラムはこのボックス、まあ、今回はツールも伝えましたけども、はい、ボックスを使った種目の紹介でした。はい、結構いろんなパターンがあります。もっともっといっぱいあるんですよ。もっとあるんですけど、まあ、今回はちょっと、まあ、すごくお手軽で、楽な種目から、強度の高いサイドプランナーですね、強度の高い種目までちょっとまんべんなく紹介させてもらうようなプログラムを構成しました。はい、で、まあ、これ以外にもね、結構いろんな自重トレーニングのパターンをこれで使ったりどんどんできます。スクワットにも役立ちます。はい、結構台が一つ、まあ、この膝の高さぐらいの台が一つあるだけでお家での運動ものすごく幅が広がりますので、ぜひちょっとね、用意しておいてください。本当にこんなんでなくても足台みたいな、よくありますよね、なんか高いところの物を取るような台、ホームセンターとか売ってるような、ああいうので全然大丈夫なんで、ぜひ当時ね、これない人は一つ用意しておいてください。はい、よろしくお願いします。みんなで、頑張ってこうしても運動を取り組んでみましょう。よろしくお願いします。はい、では、今日はこんなところで、終了になります。はい、この動画が良かった人はグッドボタン、はい、チャンネル登録してない人はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。